はい、本日ラストです。寂しかったら真下にいてやろうか。はい、ゆるきさんが助手に入ろうかと言っております。いろいろとレース全体の流れも考慮しての走行ということになったので、これがねタイヤの使い方も含めてどういう展開を見せるか。はい、東洋狭入ってきました。ジョイマシーン、はい、ありがとうございます。まあまあ体を抜き持っていい感じですね。抜きれました両手。それでは全員揃いましたので、カウントアップ参りましょう。レースセブンです。でもなかなか動かないんですよね。あ、動いた動いた、そうするから動かった。そしてクッツン、後ろにコフーとジンがいるぞ。クッツンとジンがいるか。後ろからコフーが迫りによる。さあ、ここから一気に行ってもらいました。さあ、ここからしっかりついていきたい。ついていくからかなり長いです。さあ、後ろからジンがいる。コフーとジンにマジックされるクッツン。わあ、行ってみよう。さあ、トップ争いは、ハヤト。それから、アースイーン。あ、ゾンビが後ろ勝ってるか。どっかでどうする。バーサルに頼むか。バーサル、お願い。うわー、治った。すごい、瞬殺、うまかった。さあ、トップ争いは、ジンじゃない。ジンのルーで。ジンのルーが2。ハヤト頑張って、ジンが4番手。ジン2。クッツン。あ、シンがさすがにボディ直した瞬間タイムをロックして現在最高峰。さあ、まだ序盤1分20秒。なかなかシンもね、どっかで何かが起こっちゃうんですけどね。あ、ちょっとシンがアンドリーボード。さあ、行きます。その後ろ、カプン。ハヤトが戻ってくる。ハヤトは現在3番手。トブー、ジン、ハヤト、ジョロッケ、ショヨキ、カプン、シンという体制です。ジョロッケ、現在4番手。さあ、トブーが現在トップ。ジンとのタイム差が0秒1で、ハヤトがそこから0秒5、ソブーからハヤトまで0秒6です。さらに陽介はトップから1秒6、さかまた、トンキートップから2秒3、ソブーのトップから6秒、そしてシーが最高峰ということになります。レース2分経過、ソブーが依然としてトップ、このまま行くと20分5分9秒24でというタイム。これはなかなかすごいぞ。さあ、ジンが2番手、ハヤト3番手。ソブーとジンの並びが0秒3になりました。0秒3、今、ソブーとジン。この前のソブーが走っているか。しかし、離れる展開でソブーが逃げる。そして、ソブーをかわす。さあ、ここからソブーが切り離すになるか。この前は、ヨーロッケということになりますね。一方、ジンが今、ストレート。その前は、兄ちゃん、ジンが走る。今、ストレート、くっつい一人旅。その後ろ、ハヤト、ここも一人旅状態ですね。そして、ヨーロッケが行って、トブー、正気挟んでジン、シン、ジンの方が上、トップになりました。ジンがトップ、0秒073、トブーを逆転。ジンが来てます。さらに両手がそこから2秒3遅れの3番手。ハヤト4番手、その前0秒4。両手も0番手、現在3番手。ハヤト踏ん張りたい、現在4番手。正気5番手、クッツン6番手、シンが現在7番手。ストレートに行ったのは、トブーか。いや、クッツンですね、クッツン。トブーの
ジンとトブ、また逆転したか。トブが前に出た、0秒4前、ジンが後ろ、凌介がそこから2秒、さらに隼人が0秒5、2秒に離れて、さすが張った、10分が4秒遅れ、沢田君がすぐその後ろ、0秒4。ジンが6番手にリカバリーできるかどうかというところ、ストレートに入っていくイエローマシーン。誰だ誰だ誰だ、ひっくり返ってるのはトブーか、トブーだ。待って、これは苦しいか。あ、ジンが先頭に立つ、ジンが先頭に立つ、しかし凌介もそれほど離れていないぞ。ストレート戻ってくるのが、スッキー、これから、今、トブーを取りに行きたい。さあ、今を行っている、勢い満点の様子、残り1分。しかし、ジンがトップ、凌介2番手、隼人が3番手、トウキ、ジン、それから、スッキー、トブーという展開。0.2 へ、隼人が凌介を追いかける展開。トブー止めます。トブーマシンを止める。明日、最後にもう一発狙うところ。さあ、トウキの後ろ。ジンが狙っている。さらにこちら最終コーナー立ち上がる隼人の後ろがプッチン。そして単独走行のリュース。ジンと隼人は、どれが見てきたかな。2秒に隼人、リュースが0秒1、隼人が前に出て、リュースが3番手。さあ、隼人この時間からどうぞ、リュースが。15秒、ジントップが安定なるか、安泰になるかまだ分かんない。さあ、残り10秒。ジンとハヤトは2秒差、さらにハヤトと凌介は0秒2です、 0.2。 2番手3番手がまだまだ分かんない。そこで5分経過、電車通りするまでまだ待って、頑張って。さあ、立ち上がってくる、トップのジン、その後ろ、トップとジン。さあ、まだ分かんないよ、まだ分かんない。トップ争いはまだゴールしてない、まだ行く。ジンで来る、ハヤトが来て、凌介が行く、さらに神社戻ってきたら全社フィニッシュ。見事に神社トップを守った。2秒3分まで2番手早く。4秒待った0秒1号トータル3番手。はい、沢田君がトップです。最終戦頑張って。2秒で今の神社の予選の終了となります。トブーまさかの転倒。トブーさん盛り上げるね。いやー、まさにね、これで TQ 争いが明日に持ち越しになったよ。はい、初戦ね、4回が終わったんですが、5回中の3回のポイント制なので、いやー、祖父江君が最後ね、転倒したんで、ちょっとポール争いが混沌してきました。いやー、遠藤君、なんだんすよ、面白いね、やばいね、盛り上がってきましたね、やばいね、タイム差がすごいよ、これ、ね、あ、ストックは特にね、ストック、これ、これはやばいです、差がない中で、うん、ね、あ、でもまあポイントもでもね、村井さんがポールはね、村井さんで確定ですね、はいはいはい、まあ、ただ2番手争いは全然まだ分かんないね、もう2番手からね、7番手まではね、これはすごい、すごいね、この入口さんは一番下の7番手でもここにビッグポイント持ったんですよ、はいはい、五野さんなので、こういうのでかいね、次で上げればね、消してもう一個でかいの取っちゃうと一気に急浮上くるね、面白いです、はい、モデファイもアキオ君が2回トップで、ハヤト君が1回のジン君が1回で、ここは3人がね、あの155を取り分けたんで、そうだね、まだ確定してないね、全然確定してないまさかあんなとこでこけるとは、難しいんですよ、あそこね、悪魔がいる、悪魔がいるのね、みんなこけるんですけどもね、明日もこけるかもしれないよね、こけるかもしれない、いやー、モデファイドクラスも非常に盛り上がっております。はい、これで本日のスケジュールは終了です。明日ね、予選残りの1ラウンドをやった後、決勝がね、 A メイン3回以下
のメインは2回行われるので、なかなか決勝は決勝でね、濃いスケジュールになってます。はい、皆さん本日お疲れ様でした。ちょっと寒くなってきてますんで、体調崩さないようにこの後もご自愛なさってください。で、本日のスケジュールはこれをもって終了とさせていただきますけれども、結果の方は張り出しておりますので、それぞれご確認ください。お天気の心配もおそらくないかと思いますので、今日同様タイムスケジュール通り、皆さん暑いレースを期待しております。まあ、ひとまず今日はですね、しっかりとコンディションを整えて、また明日ですね、楽しくレースいて、明日も一日楽しんでいただきたいと思います。なお明日の最終予選の組み合わせはメンバー変わります。今日は一日同じ顔ぶれで予選を行いましたが、明日は最終レース顔ぶれ変わりますので、またそれも張り出しておきますので確認しておいてください。ではまた明日の朝お会いしたいと思います。皆さん本日は一日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。